手首これは私が中2の時に体験した話です私は中学校の頃吹奏楽部に所属してて毎年合宿を同じ合宿所で行っていました詳しい場所は覚えていないんですが東京からバスで行けたのでさほど遠くないところだったと思います その合宿所の近くに木の茂ったような空間がありその木に覆われるように下の河原へと続く長い階段がありました木が茂って一種の森のようになっているので石段は薄暗く昼間でも足元を見て歩かないといけませんでした 私の部では合宿の時にパートごとに理念係風呂掃除食事係など合宿中に係を受け持つことになっていました私のパートは毎年花火係でした花火係の主な仕事は花火を事前に準備することと当日花火を行う瓦の掃除をすること他のパートに比べ 煩わしい準備や長い時間拘束されることもなくわりと楽な係だったと思います私自身も他のパートの子が忙しく歩き回っているのを見ると楽な係でよかったなと思っていました夕方ごろ練習にちょっと間ができたので先輩が私を含めた同じパートの子たちにゴミ拾いに行こうと言いましたその時 一緒にゴミ拾いに出かけたのは先輩と私の友人愛子ちゃん、洋子ちゃん、それに私でした。ゴミといってもそうそうたくさんあるわけではないだろうと思っていたので私たちはゴミ袋を持つこともなくそのまま石段を降りていきました。夕方あたりが暗くなってきた中で木に覆われた石段は一層暗く。 私たちはごく狭い下段を一列になって下っていきました。やはり河原に着くと大したゴミもなく、ペットボトルや何かのビニールなどが多少落ちているくらい。早く終わらせて帰ろうという先輩の声もあり、全員適当に両手にめぼしいゴミを拾うと引き上げることになりました。先ほども言いましたが 石段はとても狭く一列にならなければ歩けませんでした確かその時の並びは先輩私愛ちゃん最後が洋子ちゃんという並びでしたしばらく行った頃私は両手首に何か言葉のできないような気持ちの悪さを感じましたん何これなんか 極細のものが両手首にふわふわとまとわりついているような感じ。ものすごく細い細い指先か無数の髪の毛。それが私の手首を撫でている。そんなイメージが頭に浮かびました。その途端に心臓が恐ろしいほどの速さで鳴り始めました。なになにこれ その時、戸惑ったような愛ちゃんの声が後ろから聞こえました。私は愛ちゃんが何か異変を感じていることがすぐわかりました。気づくと、すぐ前の先輩も何かを感じているらしく、嫌だ嫌だとしきりに声を上げていました。自分の心臓の音がうるさく、けれど立ち止まってはいけない。立ち止まったら絶対にいけないと思い、 先を行く先輩に私はとりあえず行こう進もう進もうと声をかけ続けましたもし目をやったら何かこの世ならないものを見てしまいそうで怖くて私は手首を見ることができずただ先輩の背中だけを見ながら階段を上がっていきました私がその時一番怖かったのは最後尾を歩く陽子ちゃんだけが何も感じておらずねえ 何何なのと困惑した声を上げていたことです。三人には異変が起こっているのに、最後の一人だけ何もわからない。それが余計にリアルで涙が出るほど怖かったんです。階段を上がり終わったところで、いきなり手首の異変は消えました。本当に何事もなかったかのようにさっぱりと。 その後話を聞くと、愛ちゃんは手首に細かい無数の虫がまとわりついているんだと思い、手でしきりに払ったけど、その感覚はなくならなかったそうです。先輩も何かはわからないけど、手首に気持ち悪さを感じ続けていたそうでした。洋子ちゃんだけは本当に何も起こらなかったらしく、私たちの話を聞いても訳が分からないというように首をかしげていました。 あまりに怖かったせいか、3人とも呆然としてしまい、その話はそこで終わりになりました。しかし、その日の夜、私が合宿所の部屋の中で片付けをしているといきなりパチッと電気が消されました。戸口に立っていたのは愛ちゃんでした。私は愛ちゃんがいたずらに消したのかと思い、やめてよと少し怒って言いました。 しかし、愛ちゃんは、えと驚いた顔をしてスイッチを見ました。確かにスイッチはオフになっていました。私が、愛ちゃんが消したんでしょと言うと、愛ちゃんは、消してないよ勝手に電源のスイッチが切れたんだよと言いました。私は昼間あんなことがあったから、私を驚かそうとしているんだと思い、 特に本気にもせずにその話を流しました。愛ちゃんはその後ずっと一人で不思議がっていましたが、私はあまり気にもしていませんでした。そしてつい最近のことですが、バイト先で霊感のあるという人に知り合いました。その人に面白半分というか体験談のような感じでその時の話をしました。 後付けのようになってしまう気がして電気の話は省いて先輩は初め普通にその話を聞いていたんですが次第に神妙な顔になり話し終わるとぽつりと言いましたその後、電気に異常とかなかった突然消えたりとかつかなくなったとか先輩の話によると 電気に異常が起きる時はそばにいることがあるそうです。ついてきちゃったのかもと私はかなりゾッとしました。愛ちゃんにその話をするとやっぱりと怖がりながらも嬉しがっていました。